んにちは、埼玉県在住のタミです。今日は鶴ヶ島市にある農業交流センター鶴の里の農にやってきました。ここは農業体験などができる施設なんですが、春になると桜並木がとても綺麗なんですよ。一緒に見ていきましょう。桜は約20年前に地元の方々が植えたそうです。毎年4月上旬から中旬にかけて満開になります。桜の種類はソメイヨシノと八重桜が混ざっています。色とりどりの花びらが風に舞ってまるで雪のようですね。鶴の里のんのんという名前は、鶴ヶ島市民として地球人として農業を通じて交流を深めるというコンセプトから付けられたそうです。また鶴という文字は鶴ヶ島市のシンボルである鶴とツルツルとした土地を表しています。のんのんという音は農作業をする際に聞こえる自然の音や人々の声をイメージしています。ここでは市民や団体が自分で野菜や果物を栽培できます。ぜひ皆さんも足を運んでみてください。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。
Thank you.